つい先日ちょっと気になるニュースが流れまして、ちょっとそれについて語ってみようといういわゆるモノモス系の動画なんですけれどもね、このサイトで扱ってみたいと思うんですけれども、ここはなんだインターネットウォッチっていうサイトなんですが、その中のヤジウマウォッチっていうところでね、映画を約10分に圧縮したネタバレ動画ファスト映画著作権法違反の疑いで初の逮捕者とね、このニュースは割と大きかったんで、しかもねこういう風な動画をご覧の皆さん、このサイトをご覧の皆さんなんかはね、割とこう近いニュースでもあるので、皆さんご存知だと思うんですよ、この動画をご覧の方はね。どのようなニュースかというと、 YouTube で横行していたファスト映画で初の逮捕者が出たことが明らかになったと。ちなみに YouTube ではこの事件を受けてファスト映画が一斉に姿を消す一方、ファスト映画に私見を述べて再生数を稼ごうとする動画が大量にアップされている。俺やないかいって最後で俺やないかいっていう話ですけど、でも私がね、私はこの事件についてものを語る資格があるというか、そういう立場だと思うのは、うちもそのこのファスト映画っぽい、内容としてそれほど遠くないことをやっているのと、それからそもそも私がね、こういうサイト、この指摘昭和テレビ大全集 YouTube 版をね始めた、きっかけの一つがねこういうことなんですよ。こういうことってのはどういうことかっつうと、要するに YouTube 上ってさ、明らかにねおかしいだろってのがあるわけですよ。つまりね、放送されたばっかりのテレビ番組をそのまま流しててさ、それで広告料稼いでる人がいたり、それからこの映画でもそうですよね。で、映画の場合はテレビよりもさらに著作権がうるさいから、さすがに映画一本丸々っていうのはあんまりもうないですよね。それはもう過去に確か逮捕されてる例があって、つんでこのファスト映画っていうのが出てきたと思うんですよね。で、じゃあこのファスト映画何が問題かっつうと、だってこれさ、10分程度に内容をまとめてるっていうのは、言ってみれば評論の範疇ではあるんだけど、画面がさ、その普通の映画そのままなんだよね。多分 DVD から落としてるんだと思うけども、その映画をそのまま流してやってるわけよ。10分間に縮めてはいるけどね。いや、それで通ると思うのって話じゃないですか。ね、実はこれからくりがあって、事実かどうか分かんないけども、噂のね範疇を踏まえて、そういうことなのかって私が思ったことなんだけども、実はこれって外国からアカウントを買ってるらしいのね。というのはね、 YouTube で収益化しようとすると、まず登録者が1000人以上いないとダメなんですよ。加えて、年間の再生時間が4000時間以上再生されていなくてではいけない、ね、この1000人4000時間っていうのはね、なかなか超えるのが難しいハードルなんですよ。一から始める人にはね、一から始める人にはそうだな、順調にいっても1年以上かかると思うのね。順調にいってですよ。それでその条件をクリアして、さらにその上で YouTube の審査があるわけね。その1000人以上、登録者1000人以上4000時間再生っていうのは、あくまでも審査に至るまでの資格なんだよね。その資格をクリアしてようやく YouTube 側の審査があるので、ここが問題なんだけれども、そのファスト映画の内容をさ、 YouTube 側が審査して通すわけないんですよ。これ私の経験から言ってもね、まずね、ありえない。YouTube の昔はやってたんですよ。昔は YouTube 何でも収益結果認めてたんだけど、一時ねちょっと厳しくなった時期があって、ほんで審査っていうのをね、わりかしこう以前に比べると格段に厳しくやるようにしたわけ。そうなってからはね、ファスト映画サイトみたいなものはね通らないと思います、審査は。日本では少なくとも。じゃあね、なんでねそういうサイトがこんなにいっぱいあるんだっていうと、ここが問題なんですよ。で、それに関しては私は真実は知らないですよ。真実は知らないけれども、あくまでも噂の話をね聞いて、で自分で納得いってる話があるんですけど、というのは私もね、この YouTube 動画出してチャンネル運営してますから、いろいろね
その YouTube 側の条件とか姿勢とか分かりますからね、見てるだけの人よりははるかに分かるんで、それで納得いったなっていうことがあるんですけども、実はこういうサイトってそうチャンネルを買ってるらしいんですよ。日本以外の国からね、いわゆる東南アジアの国とかからチャンネルを買ってるらしいの。そういう東南アジアとかの国で YouTube の審査が甘い国があるみたいなのね。だから YouTube っていうのは本来はアメリカ企業ですよね、 Google さんだから。で日本での場合を言うと、その下に、YouTube Japan っていうのがあってさ、で当然日本の YouTube チャンネルはその YouTube Japan が審査してると思うんですが、同じような感じでその東南アジアの国々ではその国々のそこにある YouTube の会社が審査してるんだと思うけれども、どうもね審査が甘い会社があるらしくて、というのは向こう側っていうのはさ、昔の日本とか中国みたく、中国今でも甘いかな、昔の日本みたく著作権意識が多分低いと思うんですよ。そうするとやっぱりね、そこの YouTube 会社でも著作権意識が当然低いでしょう。日本よりはね、日本とかアメリカよりは低いと思うんですよ。そんな感じでね、その東南アジアの YouTube チャンネルっていうのはガバガバで通っちゃうらしいのね。でそういうところの人たちが外貨欲しさにつうかさ、金稼ぎで自分で1000人4000時間をクリアして、で収益化済んでるチャンネルを売ってるらしいんだよね。でそれを買ってるらしいのよ。おそらくですけども、それも想像なんだけどもね、噂からの想像なんだけど、多分そうなんだろうと思うわけで、ということはその YouTube チャンネルを管理してるところはその東南アジアの国なんですよね。でそこにさ、映画なら映画、ファスト映画みたいな動画を上げても審査甘いんだよね。だからそれで収益化を取り消すとか、あるいはチャンネルバンするとかいうことには多分ならない。しかも操作、日本とかアメリカが操作しようとしても、よその国のサーバーにあるね、動画だからちょっとハードルが上がるんだよね、操作のハードルが。ということなのかなと思うんですよ。で今回ね、業界の皆さんが海外にサーバーがあろうが取り締まっていくみたいなことを言ってるかと思いますけれども、だから YouTube チャンネルを外国から買っても多分厳しく取り締まられるようになっていくと思われます。で私がね最初に言いましたような、そのこのチャンネルを始めた動機の一つがこういうことだっていうのはどういうことかというと、昔からさ、もうねテレビとか映画のその動画をね完全に流したりさ、あと音楽を完全に流したりっていうのが YouTube 上に多くて、でそれが収益化されてたりしたわけですよ、昔はね。今は大体不可能に近い形になってるんだけども、で音楽に関してはその著作権者の方がね許可し始めてる部分もある。ただしそれは個人は収益化できない、そう収益化したお金は全部その権利者の方に行くっていう形になってますけどもね、そういう形で許可するようになってるのが増えたりしてます。音楽に関してはね、映像に関してはあんまりそういうのはまだ見かけないけれども、でも一部東映動画さんなんかが一部の動画については認めてたりしますね。収益を東映動画の方に回して認めてたりする、そういうこともあるんですけれども、その場合はそれでいいんだけれどもね、自分が収益を取るようにしながらなおかつその映像や音声をそのまんま流す、それも10分以上もね流すっていうのは普通の感覚あったらダメだろうって分かってるわけですから、擁護のしようがないわけですよね。で私がこれもう本当にね昔からね嫌だなと思ってたのはね、こういうことがあるといわゆる正規のそういう活動に悪影響があるわけですよ。だからそういうのを恐れて、かつこういうふうに、せめてこういうふうにやりなさいよっていうのを実践するっていう意味で始めたんですよね。つまりどういうことかというと、その引用っていうものがあるんですね。著作権法には引用っていうのがあって、その引用の範疇であれば著作権者の許可はいらないっていう例外規定があるわけね。著作権者の許可はいらないの。
引用すればね、引用という形を踏まえれば、だからせめてこういう形を整えろよっていう感じで始めたんですよ。ね、だから、まあ、私の音楽大全集なんかでもね、レコードを一部分流してやってたりするけども、必ず、まあ、その出典とかなんとか、一番最初の動画から必ずやってるわけ、出典がどうのこうのとか。で、ね、全部流してくださいとかさ、そういう意見がね、コメントがしょっちゅう来るけど、なんガン無視ですよ。というのはもうそもそも最初の目的がそういうチャンネルなんですよ。せめて引用の形踏まえろよっていうね。なんでそうするかっていうと、さっきも言ったように正規のさ研究活動とか同人活動とかに悪影響あるからなんですよね。どん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 締め付けが厳しくなっていくと、じゃあ最初にこういうのを認めてたからダメなんじゃないかってことで、下手するとさ引用すらさ認められなくなっちゃっていく可能性もゼロではないんだよね。だって著作権法もどん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 改悪されていってるわけ、昔に比べると。締め付けがどんどん厳しくなっていくんで、それっていうのは世の中全体が金持ちとかね、あるいは、まあ、企業とか大企業とかそういうもののやりやすいようにやりやすいようにってどんどん作られ変えていってるわけよ。だからその権利者のあれがどんどん強くなっているわけね。そういうのが、そういう世相がまあ世界的にあって、権利者のその権利擁護の形がものすごく厳しくなっていってんの、昔に比べると。それはいい面もあるんだよ、もちろんいい面もあるんだけど、あんまり厳しくなりすぎると自由なその研究活動とかができなくなっていきかねないんだよね。特にまあ YouTube ではそれが収益に結びついちゃってるんで、いや収益取るんだったらせめてね引用の形踏まえなさいよっていう、こういうふうにやらなきゃダメだよっていう形で私は始めたわけですよ。だから必ず静止画引用でもね、あるいは音楽引用でも映像引用でもね、動画引用でも必ずその短くまとめて、短くしてね、引用部分は可能な限り短くして、で必ず出典を、出典っていうのはここから取りましたっていうことを必ずね、元の権利者のことを必ず入れてるわけ。他にも引用の要件ってあるんですけど、まあそれちょっと細かく解説しないですけども、まあそれね、いずれやろうかなとも思うんですけども、ちょっとここではね、これはね今回の事件に関する動画なんで、ちょっとそこまで細かく引用に関しては語りませんけれども、まあ根本的にさ、その著作権の話とかそれにまつわる引用の話とかって、なんつうんだろう、絶対的な線引きっていうのはないから、まあ一えにその著作権者の意向が一番強いわけよ。ね、でその著作権者の意向と、まあ研究者なら研究者、私のような人間なら私のような人間のその解釈とのせめぎ合いがあるわけですよ、必ず。ね、でこちら側としては著作権者が一番ねの強者であって絶対者っていうのは分かってるから、そこをなるべく刺激しない形でやるわけよ。いくら引用とは言ってね、いくら引用という体裁を整えていても、さすがにこれやったら、ここまでやっちゃったら認めづらいよなっていう、そういう感覚って大事だと思っていて、だからその静止画を引用する場合でも、なるべくそのキャラクターとかの画像は引用しない形にしてるわけ、最低限にしてね。だからタイトル画面とかさ、あんまりこう独自のその画像だけで訴求力があるような画像っていうのはなるべく使わない。それからサムネイルにもなるべく使わないって形にしてるわけ。それっていうのは著作権者を刺激したくないからなんだよね。まあ例えば著作権者の人が見つけても、あ、一応体裁として引用の形は取ってるなと。でその画像についてもあんまり使ってないし、こういう画像の使い方してるなと、これ裁判やってもそんなに通るかどうか難しいかもなっていう形にはしてんのね。ところがさ、ファスト動画はもう明らかに違うけども、今 YouTube 上ってね、このラインでも危ないのがあって、サムネイルでさ漫画のキャラクター、まあ今一番わかりやすいのだと鬼滅の刃とかね、ああいうさ漫画の画像をそのままサムネイルに使ってたり、下手するとさ、その動画の中で静止画なら大丈夫だろうっつんで、静止画いくつもバン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 使ってたりしてさ、あれもファスト動画まではいかないけど、かなり危ないですからね。著作権者側が本気になったら、まああれもね、線引きされちゃう可能性あるわけ。だからそういう風になったら、どん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 窮屈になっていくから、
なるべくそういう風に目立たないようにしてやってくださいって、まあそれを喚起したいっていう動画でもあるんですよ。ね、静止画であろうが何であろうが根本的には著作権法違反だからね。でそれを避けるためには例外規制としての引用っていう形を踏まえなければいけないけれども、いくら出典を明記してたってやたらめったら静止画使ったら引用要件満たさなくなってくるからね。そもそも静止画とか動画の引用、あるいは私がやってるようなレコードの音声の引用なんかはかなり難しいの、判断が。多分ね、裁判やったとしたらその裁判ごとに判決が変わってくるだろうっていうぐらいの微妙な線なんですよ。だから著作権者もめったにそこはつっついてこない。なぜならばその判例っていうのができると、その判例まではいいっていうことになっちゃうから、著作権者にもあんまりいいことない。もちろん利用者側とか研究者側には一つもいいことない。で、お互いいいことないのよ。で、権利者側も研究活動とか同人活動が縮小するのを望んではいないからね、基本的には。だからお互いちゃんとそこら辺はさ、踏まえてやっていかないとダメだと思うんですよ。ね、バカすかバカすかさ、政治が張りまくりゃ、それはアクセス稼げるよ。それはね、そういう誘惑に駆られるの分かるよ。でもそれってさ、漫画家さんの漫画の力じゃない。ね、だから漫画家さんの漫画の力でその登録者が何十万もいたりね、中にはほら、まあ、ワンピースのさ、その考察動画とかなんとか、そればっかり開けて何十万も登録者いるとかね、で動画の再生数も全部10万以上いってたりとか、そういうのあるわけですけども、ああいうのもさ、そのうち危ないからね。でそれでそのチャンネルの作者だけがさ逮捕されるならまだいいよ。それってどん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 締め付けが厳しくなっていく。下手すると法律が変わるし、それから著作権法が変わらずともね、例えば引用が、著作権法の引用がそのままだとしても、YouTube の規約は日本の著作権法と関係ないからね。だから YouTube 様側がね、なんかめんどくせえなってなってきたらばさ、なんかめんどくせえ、著作権法の引用ってめんどくせえ、もう引用の形踏まえていようが何しようが、その公式のね、画像とか、あるいは音声とか動画とか一部分でも使ってたらもう認めねえわってしたらば、 YouTube の規約でしたらば、我々それ文句つけることできないから。だって YouTube って子企業だからさ、子企業がどういう方針でやろうが、それはその企業の勝手だからね。よくさ、 YouTube 様がさ、動画削除するとさ、表現の自由がとか言う人いるけど、関係ないから、子企業なんだから。表現の自由ってそういうことじゃないのね。子企業には子企業の表現の自由があって、自分たちの規約で、規約の通りにその運営するっていう自由があるんだから、子企業にはね。だからあんまりさ、何でもかんでもありでやるなよって、踏まえろよって思うんですよ。これはさすがにやりすぎだなっていうライン超えないでくださいって最初から思ってるのね。それで、まあ、せめてね、こういう形、せめて引用の形を踏まえろと。それから画像にせよね、動画にせよ、音声にせよ、ほんの一部分だけにしろよっていうことを、一応率先して やりたいと思ったのが、このチャンネルのそもそもの動機の一つなんですよ。大きな動機の一つなんですよ。まあ、いつか説明しようかな。いつかそのこと説明しながら、注意喚起しようかなとは思ってたの。最近またね、最近やっぱりその解説チャンネルとか、あるいはなんだっけ、考察チャンネルとかさ、そういうのでさ、下手すと100万、登録者以上あったり、ね、50万登録者以上あったりするチャンネルが出てきたのよ。あれってすごい目立つしさ、やっぱり。しかも、彼らは億単位の金稼ぐわけね。私がさ、ありえないけど、もし私がその億単位の金稼ぐようになったら、きちんと権利クリアしますよ。今はそんな金ないからクリアしてないけど、億単位稼ぐようになったらさ、ちゃんと関係各所に行って、その動画ごとに了解取るよ。今絶対そんなことしてるやついないでしょ。それによってさ、どん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 締め付けが厳しくなっていくんだよね。そりゃそうだよね。権利者に一銭も入んないでさ、ただその画像とか動画とか使ってるだけでさ、一部分とはいえ使ってるだけで1億とか稼ぐ、おかしいだろって話ですもんね。それはね、権利者としては面白くないよね、絶対ね。本当にね、鬼滅の刃なんかね、そうそう、例えば鬼滅の刃なんかね、自分で絵を描いてるからいいだろうって感じの
動画サイトもあるんですよ。何十万もチャンネル、何十万登録もあるチャンネルでさ、鬼滅の刃のキャラクターを自分で描いてるチャンネルとかあるんだけど、自分で描いてもダメだからね。なんかそこ勘違いしてる人いるけど、画像をそのまま使うのはもちろんアウトだけど、自分で描いてもアウトだからね、キャラクターは。それものすごい壮大な勘違いですよ。自分で描いても著作権を侵害してますからね。だからああいうのってさ、本当に権利者の人がその気になったらいくらでも吊るしまれるし、そしてそれによってさ、一般な同人活動とかまで、あるいは一般的な YouTube 様の運営方針まで影響ありかねないのよ。だからやめてくださいっていうのと、それぞれね、皆さんね、その分をわきまえて活動しましょうよってことなんですよ。私個人も含めてね、やっぱり引用って形であってもバカすかバカすか使ったら、それは権利者に面白く思わないから、じゃあ裁判で決めましょうって話になるかもしれないしね。そういうふうに刺激しないでおとなしくやっていきましょうと。でせめて引用の形をね、体裁はせめて整えようよってやっていきましょうっていうことなんだけども、まあ今回捕まったような人たちっていうのはさ、要するに革新的にやってるわけだからね、そのテレビの動画でお金稼いでる人たちも、それから映画の動画でお金稼いでる人たちも革新的にやっていて、まあチャンネルバンされる、ああいうのってやっぱ YouTube 様は分かるとバンしますからね。チャンネル 2,3 ヶ月でバンされちゃうけど、その間に稼げれば元が取れるみたいなことで意識的にもう革新的にやってる人たちだと思うの、多分ね。まあ今回捕まっちゃったのはそこまで計算してなかったと思うけどもね、捕まんねえだろうって感じでやってたとは思うけれども、まあ実際に捕まったから多少はね減るとは思うんだけれども、それでもああいう人たちっていうのは革新的にやってるんで、だから困る。一般的な著作権法とか、その YouTube 様の規約とかが厳しくなっていくのがね、本当に嫌なのね。